おはようございます。本日はですねフォアハンドストロークですね。でまあ普段からあんまりねこうフライ系、これはねイメージの問題なので、イメージなので、まあフライ系の動作で振るっていうか、まあちょっとプッシュ系の動作でね振った方がいいですよとかっていう。でプッシュ系の動作で振るんだったら、例えばね、なんでプッシュ系の動作がいいかっていうと、プッシュ系もねこういうプッシュじゃないですね。こうちょっとどっちかというとこういうプッシュですね。で一回ラケットを遅れるんで、遅れたものがすぐプッシュ系の動作って意識すると切り返しが強くなりますよ。でこの切り返しの速度が速ければボールに威力がつきますよ、もしくは回転が増えますよっていうところなので、でこれを動かそうとするんじゃなくて、どうせ、まあ、無意識に動きますんで遅れが生じたりなんだりでラケットは動く状況になるので、意図的に動かすんじゃなくて、こう意図的にはこれだけのようなイメージ、でもラケット物理的にはラケットがスパーンと動きますよ。なので、まあ、感覚と、まあ、物理現象の、まあ、誤差を利用してっていうところなんですけれども、これねどうせプッシュ系の動作やるんでしたら、さすがにねこの長い距離ラケットがぐるんと動くってなると結構手にも負担がくるので、なのでまあこのぐらいからスタートするといいですよ。このぐらいで、あんまこっち行かないようにしてあげるとすぐシンプルに腕に負担もなくいきますよ。でさらにしたらちょっとね、ちょっとどうせこう行くんで、ちょっと拳もね向こう向くっていうよりかは拳が向こう向いてるぐらいの方がいいですよっていうので、まぁ、ちょっとねじり入れましょうね。するとボールに向かってすごいシンプルに手がスパーンって伸びてきますので、でプラスですねこっちねじってあげるとラケットがこう、例えばこうテイクバックしたらこっちに動くんですよ。こっちに動かして振っちゃったりとかもできちゃうんですけど、こっちにしとくとさすがにこっちには行かないんで、するとまっすぐ出すっていう時に余計な意図的にやる余計な動作っていうのが随分減ってきますよ。で、手首の動き、まあ、手首っていうかですね、ラケットのこの回旋動作、腕の回旋によるラケットのこうぐるんって動くような動作も効率よくなりますよってところですので、ってなってくると今日はですね、まあ、そのプッシュ系がいいですよっていうあれじゃないんですけど、こんなちょっと向こうを打つのに対してこんな方に面が向いてるわけですよね。で真後ろを当てるっていう意識はいらないですよっていうので、まあ、ずっと、まあ、下向きキープでいいですよぐらいだったんですけど、なんだったらもっと言ったらですね、こっちにちょっと変なとこ向いてます。でボールの、ね、そちらに打つとして、ボールの真後ろっていうよりかはですね、真後ろの上っていうよりかは、まあ、下向きキープなんでちょっと上に当たるようなイメージですね、よりかは内側、ボールのちょっと内側ぐらいに当てるような感じっていうのも、こう入ってそのまま来れば、まあ、ちょっとこう内側に当たるような感じですよね。でするとよりアウトするしそうな、よりアウトしそうな感覚に陥ることが少なくなるので、なので自信持って振り抜き続けられるっていうところですね。ただ物理的には後ろに当たってるんですよ。後ろに当たってるんだけどこう意図的にこう戻さなければずっと変なとこ面が向いてるんで、なんとなくこうね、この真上っていうよりかは、まあ、ちょっと内側っていうような意識も持ちやすいんですね。なのでそうするとね、こうだ下向きでも十分自信持って振り続けられるんですけど、内側はより自信持って振り続けられるので、まあテイクバックあんまこっちもう行かないですっていう方はですね、ちょっと試してみていただけるとねいいかなと。ずっと体の前面にラケットがありますってあった状態で振って、で力の入れ度合いでラケットの切り返しで飛ばすっていう感覚がしっかりできてますよっていう方は、内側っていうのもぜひ
試してみていただければなと思います。ちょっと変な方向向いてます、それキープしますで、物理的にはね後ろの方打ってるんですけど、そうするとね回転もねすごいかかるんですよね。なので、まあ、見ててもちょっと伝わりづらいかもわかんないですけど、まあ、内側から打つ、内側ボールの内側を打つっていうのも、まあ、ちょっと試してみていただけるとねいいかなと思います、ね、で補足です、ちょっと補足です。こう拳を、ね、前に出すっていうとラケットの方切り替わるんですけど、意図的にこうやって動かそうってするとすごくなんか手にも負担くるし、意識が介入しすぎるとパフォーマンスが落ちますんで、なので動かしてる意識なく自然と動くっていう、動作の方をね、まあ、お勧めしてますので、まあまあ内側っていうのも合わせてぜひねお試しください。はい、じゃあ今日以上になります。どうもありがとうございました。